聞いてない聞いてないよ、あんな若くて綺麗な人が。新しく入った子の背中を管理人が流すのがこの寮の伝統なんですよ。シーナさん、もうそんなに恥ずかしがらなくてもいいじゃないですか。それじゃあ始めますね。管理人さん、実は。はい。なんでも。なるほど。事情はわかりました。この寮に入ってくるのは今まで女の子だけだったので、私が勘違いしてたみたいです。君はまだ子供なんだから、これからは私が君のこと、管理してあげるね。ふつつかものですが、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。なんだか学生時代を思い出します。もう少し強くしても。こうですか。これでよし。さあ、いよいよ本格的な練習ですよ。最初はゆっくりからやってみましょう。いいですか。はい。じゃあ行きますね。1、2。あっくん上手。そしたらもう少しスピードを上げてみましょう。お風呂場に行っててくれますか？はい。